まもなくカルドセプトセカンドオンライン全国大会 ACN カップセカンドトーナメント準決勝第2ブロックの試合が始まります。携帯電話の電源をオフにしてトイレは早めに済ませましょう。マップは無限回廊、回。ルールは40ラウンド、40秒。サドンデスオフ、E カードなし、R カード1枚、S カード2枚、N カード4枚となっています。さあ、全国5万人のセプターの頂点に立つのは誰か。ここ東京ドームの大観衆も湧いております。準決勝第2ブロックのメンバーはのびすけ、レナン、カエデドン、妖刀の4人です。のびすけはあの全国大会決勝で場を大いに沸かせたファイナリストであります。他にも見たことのある名前がちらほらと。ブック名はヘタレ終わり、あの1ばかり出して、ダイス1ばかり出して負けたヘタレを終わりにしたいということか。リードはマイン、ぜひ見たい。マインに置いてほしいな、初手で。はい。次、マリアさん作。人のブックで勝つのか。はい。妖刀優。正宗が入ってるんでしょうか。楽しみです。それではスタート。さあ、音楽は激しい戦闘系です。いいですね。さあ、今回は何色になるんでしょうか。まず、のびすけ、チー。さあ、いいスタートでもないか。これ置かないね。置くと次のギガンテリウムは置けないと思うんだが。こっちは、おー、最初からパーミ入りの日っていいね。これ必ず取れるでしょう。うわー、ザコダイス。1,2,3,4,5 ならいいのに。まあいいかっていう感じですね。さあ、ドンは。じゃあ、水。おっと、綺麗に分かれた。地、火、水。ときた。まあ、風はほぼないと言っていいから。でも、まず、敏感でした。パーミが引きたいのかな？なんだろうね。ああ、水も初手で取れないとちょっと。ああ、取れるね。いい感じだ。しかも、エイスとフライ。だから、さあ。風はまずないからね。おっと、風。これは1回戦と、第1ブロックと同じ。おっと、こっちはケルピー入りだ。ケルピー入りの水。第1ブロックと同じ、勢力図になりましたね。水に地1。水に地1、火1という形です。ケルピーがどう機能するか。第1ブロックでは水が強かったですが、果たしてどうなるか。面白くなってきました。敏感にしちゃうかな、これ。うわ、アーシェイリー。Wind of Hope。これ、初手で火が取れないっていうのは、ちょっと火ブックにとっては辛いが、2手目でいいダイスが出ればまだいいんだが、どうだ ?1,2,3,4。さあ、これも取れないでしょう。取りに行くね、でも。無理やり取りに行くね。これはグレアムで無理やり取りに行く。で使うと見せかけて、いや、見せかけるとかないな。絶対使わないとしょうがないよね。わーっと、これで。チブックは輪化で持ってたから、輪化で回しやすくなったと逆に言えると。うん、パイロは強い。いいとこ取れた。水。ビーストフレーで、水でまずアンダイン置けたっていうのはいいね。あとは、あの白横の、水、土地3つを何とかして取りたい。だからここでヘイスト使っちゃうとヘイストフライでも取れないですよ。ああ、うまい。コンジャラで水を取りに行くという作戦か。こっちも水。水チブック。うわあ、これは意外だったな。いや、違う。3色、4色かもしれない。コンジャラ入り水チブック。しかも、あれ。そうか。さすが面白いことがやってくるな。マインと、リードは入ってないけど、2色にすれば、僕が予選で考えたのと一緒ですね。1色だと、ちょっと地形変化が、スペルが1枚しか使えないという
理由から2色にして地形変化スペルを2枚。おっと本当にマインが入っている。これはいい。しかも自分の土地に置いた。攻め力をなくす、このいい感じだ。でもレベル上げたらアーシェ使えない。あ、違うか、関係ないや。今のアーシェになり慣れきってしまってるんですが、昔のアースシェイカーは土地すべてにレベルを下げるということは、ドラフトあたりを入れるっていうことかな。いいね、ヘイストフライで。これで水が取れればさらにいいか、ちょっと足りなかったか、残念。いきなり、ああ、そうか。でもこれも悪くない。いやー、やっぱりそこの土地が強いと見てるんだ。でも水に行った、水に置いたバールが強いかどうかっていう問題だね。これはどんどん土地が置けるからいいね。コンジャラはありだね。コンジャラでも R だったよな。 S かな。ミスると輪化にして置いてミスると、シブックとしては悪くない展開。ちょうど金がないしね。これでみんなダイスを出してくれるか。さすがにショップでは買ってられない。いい輪化ネだ。こっちもやっぱり2枚しか使えないと言っても、やっぱり使えるリンカネーションだよな。 3DS だとなぜか入れないんだよな。入れてもいいかなっていう気がしてくるな、これだと見てると。いいね。こっちも3色ブックだね。あ、違う、2色だ。非政治が入ってたね。でもどういうことだろう。一色にするか複数色にするかっていうのは難しいことですね。さあ置くか、置けない。あ、次のヘイストで多分水が取れる。おお、いいとこ取れたね。あとは地、水地、オビスケは完全地ブック。ワイルドグロウ受けたっけ。あ、そうか、そこ受けたね。完全地ブック、カエデドンが水、コンジャラ入りの水、レナンは火に聖地が入っているという。マニアックだな。火聖地ブックマイン。ホワイト置かないよね。置くのか。置いてフィーストか。金一気に稼ごうという作戦か。あ、クイックサンドも1枚しか使えないからね。ここでずっと見せつけるっていうのも、あ、これもダメないっすな。できたら水に置きたかったが、オッケー。潰しに行く。これ守るかな。どうする、どうする。守ろうと思えば守れるが、守るかどうか。確かあれを持っていた。王様、王様使えない。金がなくて使えなかった。そこを見たかのように踏んでいた。これはカエデドンが土地を1、2、3個目か。そして水2連鎖。これでアンダインがほぼ敵に近いね。水地ブックっていうのも面白い。用途が水地ブック。ミスルトが稼ぎまくってるね。みんながヘイストを使えば稼げるって。さっきはま、あ、第一ブロックはマーブルのおかげでみんな置けなかったけど、これはみんな置きまくりな場合ですね。ギアかな。ガーゴか。後々移動か地変か。うわぁ、フィーストそうだね。でもさっき、そこ一個取られちゃったのがちょっと辛いね。そんなに入らないんじゃない？ 2 匹か3匹。150、100。おー、妖刀が一番金稼いだ。さあリバイバルで、クイックサンドがもう一回出てくるし、ヘイストフライも復活する。これはもうアンダイン上げちゃうかな。まあ落ちないからね。もう土地3つだから60、これで90。釣れるやつはまあいなくて、アースシェイカーかイビルブラストしかない。ユーロはあんまり見えない傾向だけど、多分ランプロで蓋をされるでしょう。いいとこ取れた。よし、いいね。水地ブックもいいね。
地に水を置いても別にいいっていう感じが非常にいい。のびすけは完全地袋。お、白隠ってうぜえ。これ撃つ、もう撃っちゃうんだ。あ、いや、自分か。クインテは2枚撃てるかな。敵に、まあ、アンダイに撃つかと思ったんだけど、そんなことはしないと。自分の連鎖を増やそう。お、しかもいいダイスだが、残念。地変だったら、魔王を置けたのに。おー、いいリンカネーション。リンカネーションを引いてくるためのリバイバルとも言える。ああ、そうか。リバイバルリンカで、リンカの速度を落とさない。作戦か。実際は2枚しか入れられないからね。おーっと、いいとこ置けたー。これは相当楓丼有利で走っている感じ。わあ、これはいい。こっちでいいのか。あっちの、どうせならあっちの風にあるアイスウォールにシンクでもいいか、よかったと思うけど、これは殴らない。 X もあるからね、ちょっとリンカ回しづらいところ。マットマン置けたらいい感じ。しかしマットマンは風に置けず、交換かな。マットマンに交換してそのマットマンを上げるという感じ。バジリスクは全員の脅威になりそうな感じがしますね。インフルイを、しかしもったいないから左で3連鎖を作りたいところだね。レナンマン、よし。自分で踏んでしまったら大変だけど。お、いいね、クリーチャー出た。これでクリーチャー置いてインフルエンス。おー、サブサイド、これはでもちょっと早すぎるな。サブサイドも R だから多分1枚しか入れられないから、さっさとリンカネで回して足を引いていきたいっていう感じかな。おー、ヘイストで回避、しかも置かないか。X でどっかいい土地が取れるのかな。水地っていうよりアイスウォールプラス地ブックなのかもしれないね。アイスウォールだったらどこに置いても落ちないだろうというデコイ的な扱いの。ああ、いいとこで取れた。これでバジが出せるようになる。バジが場に2枚見えているのが非常に嫌だね。これエスケープもありだが、どうする。自力で置く、置かない。割れたら落ちるからということで置かないのかな。おっと、自分で置いたのを自分で踏んでしまった。これは辛い。335も失った。地味に移動。久しぶりに地と音が聞けてよかったです。しかし自分で踏んでしまうとは。いやー、楓とも足が速いなー、本当に。さあ、どうするかな。アイスウォール上げかな。うまい感じだね。右エリアのアンダインと、この絶対回らないといけないところのアイスウォールを上げて、かなり優位で足が速いし。マスか。マスっていうことは、もう地変はなくなるってことだから、まあとりあえず緑の土地取れたからよかったと。あとは土地が欲しいか。またアイスウォールあたりが出るんじゃない。いいの置けた。これはいいね。これで移動できるし、ドリアードも活躍してますね。そしてルンだったら置いてもよかったかなと思うけど、ああ、いいとこ置けた。これは悪くない。これでなんとノビスケは中央3連鎖、素晴らしい。ピーストは自分の土地がないか。他人を儲からせるだけだと、あと踏んじゃうだけだから、やっぱりフィーストはきついのかな。あ、リンカネか。いやー、いいカードばっかあって、ちょっとリンカネ捨てづらい、ね。置きたい。置きたいが、こういう時は大体置けないと。無理やり置きに行くはないか。移動。地変にした。そこは開けておいて、多分コンジャラを飛ばすっていう感じだろうね。移動したのは。でもそんなことしなくてもっていう気もしたか。右の土地でもコンジャラは飛べるからな。ウォーターアームルが入ってるってことは
あ、グレンデルウォーターアームルか、ドルールウォーターアームルだね。絶対ドルール強いもんな、これ。交換。おぉ、グレンデルの方が硬いと見た。バンニップウォーターアームル。いいね。死に入りてきた。しかしまだ撃つところではないね。撃つほどの。シニティも1枚しか入れられないからね。どこに撃つかっていうのは非常に微妙なところです。わあ、いいダイスが出るか。水は別に欲しくないが、3連鎖。水3連鎖になってしまった。もう、ま、真ん中のアイスウォール上げてもいいんじゃないかという気がする。メスマが見えてたから、砦通る前に先にパーミッションを撃ちましたね。したたかなプレイと言える。いいダイス。ここ、今、バージを置いといても、いやらしくてよかったかもしれないが、バージは手札にあった方が、どっか踏んだ時にいいということか。インフル、インフルどっか。あ、そこをインフルして、3連鎖になった。レナにもチャンスがある。チャンスはあることはあるんだが、いいね、ここも土地戻った。すごい、赤の土地が一気に2個増えた。自分で踏んでしまってあれが痛い。うわぁ、クイーンって。クイーンに振ってどっか打たないよ。相手を落とすのに安くてちょうどいいっていう感じですね、クイーンっては。シネリティとか。どこに飛ばす？おぉ、ここに飛ばした。これで？連鎖は別にないのか。各人の勢力図が同じようなクリーチャーを使ってるから誰がどこだかわからない。おお、伸びすぎ3連鎖、素晴らしい。しかもダイスがいい、ダイスがいい。あいつではなくバジの方を置くと上げさせないためのリインカーネーション。王様だけじゃ嫌と。そろそろ足を引いていきたいから回したっていう感じだね。それかパーミ引き、パーミ引いたが、これ使えないんじゃないの。パーミ 80G 見てもいらない。邪魔、お邪魔カードは今はいらないと。またリバイバルで引いてくればいいだろうという感じ。いや、ミスると稼ぐね、非常にいい。あ、ドルールウォーターアームル防げるやつがいるのか。1、2、3、今土地が4個あるから貫通40。パーミを奪うか、足を奪うか。ノビスケの何が欲しい？リンカネーションか。ああ、なるほど、これ絶対リンカ使うべきところだったもんね。あ、でもドルールウォーターアームルもあの、アースアームル先生があれば防げるか。みんなうまく超えていくね、このいやらしいデコイ。いいリンカネーションだったと言える。まあでもここの年はそう欲しくはないから守らない。インカネを奪われた方が痛いね、これは。地味に土地をコツコツと稼いでる妖刀。オビスケはもう真ん中エリア集中という感じかな。グースいいね、さっき会ったらぴったりだったのに。おー、殴りに行った。殴れるんか、殴れるんか。なんか持ってたか。こっちは何もないか。グース使ったー、すごい。これは頭がいい。報酬を払わずに、相手は絶対ウォーターアームルで守ってくるということを見越してのグース。この時なんとHP×10G800! これはうまいグースだった。そこまでして土地を守らないともきついが、800上げるっつうのはちょっとね、周回2周分ぐらいじゃないの。このままマットも上げちゃうよ。大丈夫か。お、本当に D ドアが入っている。D ドアとマインが入っている。あー、この。辛い。辛い。パーミが使えない。せっかくリンカネしたのに、金がなくてパーミが使えず、こっちを回るしかないという辛さ。しかし、まあいいだろう。あ、で、声が置けた。ならいいだろう。次、マットマンか何かを上げてくるの。ああ、またリバイバルで。これでまたリンカネーションを引いてきて、捨てたクイッ
ックスアンドクイーンでサブサイドまで戻るという、リバイバルがこれだけ使えるっていうのもなかなかない環境だね。うまいなと思います。通常だったらリンカ4、メズマ4入ってるんでリバイバルするまでもないっていう、そこ3連鎖になってるからやっぱり守るよね。他がちょっと弱いけどな、そこ上げちゃうよねやっぱり。これだともう上げちゃってもいいような気がするか、どうするか、ドリアード移動にするか、カイソーラ上げちゃうよね。そうだね、横は守れないかもしれないがこれは悪くはない。水地ブックのがうまくいったという感じです。ノビスケはしかし、あークリーチャーがあればという感じでも、レベル上げるでしょう。ここを上げればまあ落とせるやつはいない。1200560か、なんか出てくるからね。チェーンとかサムサイドとか出てくるから、ちょっとランプをしたい気がする。金がない、ようやく金を得て超えた。いいダイスだねレナ。苦しかったけど、これで苦しかったのは、ね、まあ、自分で前を踏んだからだけど、これでまさか4連鎖、3連鎖、3連鎖か、右3連鎖、中央2連鎖という形。このアイスオールがちょっと怖い。これだけアイスオールが見えてると、なんかウサギ1枚ぐらい入れてもいいような気がしてくる。今度はギアにインフルして、これで4連鎖。ちょっと落ちそうだけどね、脆弱。アイスオール以外は脆弱だけど、まあ4か3になったところでまあいいかっていう感じだね。悪くはない4連鎖。わあ、いいパーミッション、そっちに歩いたと思ったら、このままあと、まあレベル5上げもありじゃないかな。そう、踏ませれば勝ちなんだから上げちゃうよね。あとはメテオとか来ないことを祈るだけ。この時のメテオレベル1。うわあ、いい、ドレマーを回避しての、これ左歩きづらいから右に行くか左行くか、いいね。アップヒーバルあるから非常に良い感じじゃない。ドレマーは踏んでから、これ踏んだんじゃないかな。切っちゃったよ楓の、良かったのに。レベル5のノビスケを踏んでしまった。これはきついダイスが出た。マックス8の8が出るかよって、あれだけ思いっきりうまくリバイバルとリンカネーションで足を回して足が途切れないようにしていたのに、この途切れた瞬間にレベル5を踏んでしまう、この辛さ。なんと 112G。 しかしドレマ持ってるから、こんな時のためにドレマ持ってるから、レベル上げのマナ、もう一個レベル上げるところがあるから、ダイスが出れば今のお金も投資できちゃう。もう一個ドラゾンかマットマンあったでしょ。しかしゴール、ああゴールしてレベル上げできる。セージを上げるか、ドラゾン上げるか。これでドレマ吸われても大して効かない。一気に6000までいった、早すぎる。これは誰も追いつかんだろう。結局上げゲームだったのか。ああでもアップヒーバルがあるから落とせる。全員からドレマで吸われるか、もう上げたから関係ねえよという感じだね。アップヒーバル自分に使いたいが、これは邪魔に使うしかないから取っとくしかなくなった。これで楓丼はまあ無理だな。せっかくいい形で配置したのにクリーチャーがなくなり、アイテムしかないという状況。またリンカネーションが引いていきたいか。ないよね、これはきついな。フライしかない。クスで回ってその後どう。さあこれどうやったら追いつくのか。シンクかアップヒバレで止めないと。シーク理由はパーミを使うためにそっち行ったの。おお、なるほど、無理やり踏ませる方向に来た。こっちも2連鎖しているという難色ブックなんだ。ウィスケはどこかな、するほどのことでもないと思う。どっから取るんだ。次政治上げでしょう。ああでも土地も取れるから置きたい、置きたいか政治上げ。これでパーミも許さないという作戦。
やー一気に伸びた。さあどうだ。しかしドルマンで吸われている。アップヒーバーも怖いしね。この強気のためにシャッターは使えるかな。おいいねー。ディコイブースがあったようななかったか。あったあった。やっぱりそうだね。だからこれ1個ぐらい減るのは全然問題ないよね。これで 500G 入るなら4連鎖か3連鎖になったところでまたレベル上げできるし、いいところをデコイで攻めてくれたという感じ。グースも、レア度は N なんで使えるね。いい感じ。妖刀は火4連鎖になりそう。3連鎖から目の前のアイソールを踏むわけにいかないから、フライスルーかセージを踏むっていうパターンじゃないかこれは。せっかくフライをして避けたつもりが大丈夫。次パーミか。パーミ奪われそうな気がするけど、これ落とせるやつがいないからな。さあいいパーミだが、セージを超えられるかどうか。踏みそう。あーさっき出てればここの土地置けたのにね。まあ悪くはないでしょう。超えたー。これで政治上げでしょう。おっと、安定の方にいた。政治上げるよりはバジを手元に。いやーさすがにフィースト使えないが使う。相当土地が与党はあるということか。いくつだ。レナか。そうでもない。みんなが得してこのままだと、ノビスケゴールしてしまうが大丈夫なのか。ここを踏んだりするとゴールしちゃうが大丈夫なのか。パーミッション一とか出そう。流れからそうはいかないか。さすがにカエデゾンはこれもう誰かが何とかしてくれないと。レナンのアースシェイカーあたり待ち。いいヘイストだね。さあどっち行く。ラントラしかない。ラントラランプロしかない。全く落ちそうもないね。うわークイーンって。メズマされる前に先にしてもいいかなと思ったが、まずパーミーか。抜けられるか。さあ2は出ないという確信はあるのか。超えたが、超えたが、超えてなーい。このまま終わりじゃねえかよ。ちょっとなぜみんな8を出してそこを踏む。求心力のあるマットマン。そこもともと火の土地なのにね、そこにマットマン置いたのがもう勝ちかな。マットマン置いて遅延したのが、ここが最も踏みやすい土地なのかもしれない。城の一歩手前。このまま8000字でゴールしてしまうんじゃないか。止まるのか、止まるのか。どうも、ゴールするが落とせないでしょう。ドルールで落とせないよな。グレアムとか思ってても。妖刀はもう終わっちゃうんじゃないか。8000超えてるぞ。誰も何もできず終わるのか。ゴールしてレベル上げ。おお無理やり踏ませに来た。そうするしかない。これを超えられるか。 X が出れば終わりだが、でかいダイスが出れば終わりだが、クインテ打ってもクインテも打ってもあんまり関係ない。そう、あそこは連鎖1個だから土地の価値は下がらない。1、2、3、4。うわー、ギリギリの上げに来たが、そこでバジを手札に持っていたことが功を奏す。落とせば勝ち。掘りぐれ。さあ、どうだ、どうだ、落ちるのか。落ちたら完全勝利。なんとこう悲しい。そうはいかない。ゴール一歩手前で。しかし土地を落とした。落としたが500奪って、とりあえずのゴールは止めた。ここさえ踏まなければというところで
そして次地変が飛んでくるのが目に見えてる。惜しいな。これでまだもう少し試合は長引きそうだが、それでもノビスケの有利は変わらないでしょう。多分どこも落ちない。落とせるやつはドルール・グレアムぐらいしかないのに、グレンデルも出せないでしょう。踏んでしまうのか。こっちも大丈夫だ。ここはぜひとも欲しい。無理やり奪う。そうだね、ここは無理やりグレアムで奪えば、グレンデル、グレンデルウォーターアームルでもしかするとマッドマンが落ちるかもしれない。これはグレアム使って奪うでしょう。奪うしかない。グレンデルウォーターアームルで、ST プラス30とか80120、マットマンレベル5 40 50 90、どうかな、ギリギリ落ちるかもしれない。ああ結局2連鎖まで落ちてしまった。両党つらい。うわあ、また吸い込まれる。信じられない。3人が3人ともレベル5マットマンを踏む。まだ試合が長引くかと思ったんだが、ここでアップヒーバルを打てば決まるかなと思ったんだが、なんということだ。圧倒的勝利のビスケ。なんだあのマットマンの強さは。いやー、そこのマットマンをものすごく早くレベル5に上げた。やっぱりそこの白の右下と左上、火の3個の土と水の3個の土地がキーポイントだということが分かりました。強い強い全国。あの決勝でのあの弱いダイスは何だったのか。強い。でで圧倒的だね。この終了、ヘタレ終わり。このまさしくそのブック名の通りヘタレが終わりました。圧勝。なんと通行収入9回、最高1800が3回あって累計5600というものすごい収入でした。全員からレベル5を奪ったという、これは勝つわな、これは気持ちいい勝ち方だということでした。はい、準決勝第2ブロックの勝者はノビスケでした。おめでとうございます。ではまた会いましょう。